はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパワーアップキット、高木川の戦いシナリオの武田勝頼編第7話ですね。はい。ということで、では、これ13時更新かな？12時かな？わかんないけど。まあ、そのぐらいのね、更新のところでやっていきたいなと思います。では、進めていきましょう。この城、もらい受け。よし、ゼロで取れたね。ゼロの場所をね、奪って行きました。ああ、ここも、ゼロじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これもちょっと奪ってみようか。ここ、堅いお城なんだよ。奪えたらでかい。帰らなかった。これ奪えるね。いいんじゃない？いいね。いいね、いいね、いいね。ここも奪っていくスタイルなんで。あと何日だ？ 3日ぐらい？あと4日か。これだし解放。新たなる矛。どんな矛か見ようか。方位。136日、方位しちゃおうか。この城、もらい受けた。ストップできなかったね。伊達の城がこれか。これは3500あればいいから、部分騎乗で3部隊いればいいから、一番多い兵、これとこれ返そうか。で、兵糧これで節約だね。ああ、でもこういうのまんまだね。問題ない。で、どこを奪った？ここを奪い返してあげれた。そしたら、あれか。改ざんしたか。で、一応、姉が小路さんのところ、とりあえず姉が小路さん、とりあえず、お城一個でも守ってあげれればいいかな。そう、守ってあげれれば、ね、行くぞ。ここに行こうか。我に続け。これ改ざんしてくれれば、信太が改ざんしてくれりゃいいんだけど。改ざんしねえかな。まあ、進めてみようか。解散しないな。かかれ！ゆるやまさん、ありがとうございます。次なる戦も、必ずや勝つ！そしたら、こいつに行った方がいいかな？マイル！もう、安心だね。とりあえず、2部隊で逃してみようか。信太お前帰れよ。参る。しょうがない。我に続け。待機する。参る。こっちからた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 る。こう行こう。進め。姉やこうさんごめん。ごめん。姉やこうさんごめん。守ってあげられないわ。ごめんごめん。この城、もらい受ける。ここがゼロか。ここからさ、かっさらってこうか。進みましょう。手を打ちましょう。進みましょう。いかにそれがあるか。かっさらえないね、多分。多分かっさらえない。これがこっち向かってる。これはじゃあどこ行こうか。こっちの方なんかかっさらえる場所ないよ。どっか。こっち戦争してないじゃないか。してはいるけど、で、舞台は出てはいるけど、桐山御所か。散歩してみようか。参るぞ。桐山御所まで。取れればでかいよね、御所ね。
兵糧つけるか。進め。まあなんとかなるでしょう。うん。こんな出してる？あ、これが3万5000出してるのは痛い。聞いてんのか。はい、じゃあ、ここ、ターゲットにできるからね。3万5000でいくつ消費してる？毎月1万4000か。これ解散させればね、すぐね。兵も、兵糧もね、良くなるね。個別無人で包囲。かしこまりました。承知いたしました。126日包囲しようか。勝てるね。撃って出てこられても勝てる。ただ、これが大田さんがあと1日つくの、これ解散しよう。大田さんの方に任せようか。こちらは絶対舞台強いんで。変わらないな。ただ攻撃186でいけるから、一応方位？方位してて途中で切り替えようか。攻撃に切り替えようか。かしこまった。かしこまった。途中126日かかるんだよ。じゃあこっちをちょっとかつらえるかどうか見よう。ああ、武田家、姫部署元服したね。報告いたします。先月の収支です。これより、表情を始める。農業と農業精錬とかじゃなくて、あれ必要だからね。狩田さん必要なんで。対面は足んないな。表情を終える。農業支援して。あ、この交渉術これ、論に使うのってないよね、論に使うの。これでちょっと。交渉を良くしておくか。うん。ゲッチよ。あ。違う。投与するの忘れてた。なんか13歳？ああ、宇都宮さんがじゃあ死ぬってことだね、そろそろ。あと1、2年。うん、死ぬ1、2年ぐらい前。ね、後取れて原服するからね。かしこまりました。のが多い。うん。16歳未満の場合はね、そんな感じかな。これ勝てるね、勝てる。と、商業を進めました。継続発展して、とりあえず漁村、貯水系、あと牧場系、これをやっといて、承知いたしました。あとは、あれだね。取引を行いましょう。ありがとうございました。これとかサクッと取れちゃえばいいんだけどね。あと何日？ 18 日から取れないな。取れないな。でもここら辺はいい感じに取れそうな気もしてくるね。うん、進めていこうか。サクッといっちゃおう。天あ、防衛するの忘れてた。俺に背くことは許さん。揺るぎません。うん、我が部、天下に示す。かたじけない。このようなところで立ち止まれぬ。オッケー。これが帰ってくるかな、どうかな。これさ、この場所でさ、武将で見りゃさ、ね、なんだろう、どこどこを攻め取り中とかさ、あと何日で帰ってくるとかさ、そういうの教えてほしいよね。多分ここら辺からの舞台だと思うんだけど、自分らが潰しちゃった舞台だと思うんだけど。ここ74日。そんな待ってらんないよ。
フォロー持たない、そんなの。帰ってきたね。行くぞ。したら、ここら辺に置いとく？出陣するぞ。ここら辺に置いとこうか。で、ここが富山が B だから B 以下の。てか1400いるからか。これも帰ってきた。ダメ。行きましょう。じゃあこの辺にちょっと置いとこうか。出陣します。じゃあこれちょっとあれしようか。何部隊いればいい？これ。2部隊。ちょっと騎乗させよう。ちょっとあれ、評論足んないわ。2部隊いればいいんでしょ？とりあえず4部隊でこのぐらいやれば8000なんぼでしょう。これ返そうか、ちょっと一旦。これ返そう。8000ぐらいにちょっと身を軽くして、多分買ってる。本当は一番ちょい残しておきたかったけど。そろそろね、取れる城もそんなにないと思うからね。あ、そういえばピンポンダッシュしたところってどうだったんだろう。あ、お家潰されちゃってたのかな？潰されちゃったのかな？うん。どっかピンポンダッシュしたところね。うん。忘れちゃった。大崎？違うね。どこだろう。この辺にあったような気がするんだけどね。あ、ここ戦争しても問題ないね。まあ、いいでしょう。で、この伊達もここが最後の城か。99日。いいね。あ、そしたらあれだ。もうそろそろ、アシナさん行こうか。我が部、その身で知るがよい。力を貸すぞ。手を貸そう。本当によく忘れちゃうね。解体で。あー、こういうことが一人しかいないのか。4300じゃ出てこない。3800とか出てこない。3600出てこない。出てこないか。じゃあ、ちょっと多めに持ってこうか。4200持ってこうか。出陣するぞ。ケチなんでね、あんまり持ってかない。最近。うん。さっきはもう、こう守れるもんかと思ってあれしたんだけどね。36日持たないよな、こいつら。解体で。これで、25日、これで。24日で。出陣するぞ！ 24日持てば勝てるんだけど。どうだろう。持ちこたえるのかな？気づきゃよかった、もっと早く。うん。なんか知らないけど、なんか反応するぞ。出陣するぞ。反応してる。行こう。この反応は嬉しいね。あ、出てきた。行こう。出陣するぞ。行こう。出陣するぞ。なんかしながら反応しまくってるね。まあ、とりあえずここら辺ゼロになったね、いっぱいね。ちょっとこの舞台をちょっと待機する。生きながら生きてくれれば。これが器の違いってもんだ。ここら辺なんか反応してるきたね。反応してきたね、ここら辺も。減らしたことによって反応したね。行きましょう。出陣します。
帰ったのかな、今入ったのかな、よくわかんない、行くぜ、見えてなかった。出陣だ。こっちが10日。じゃあこれ小山ごぼう行こうか。こいつ小山ごぼう行こう。出陣だ。もうこっちに来るんだったら来てもらおう。じゃあこいつをちょっと、これダメだね。帰ってきたんだね、やっぱさっきの反応でね。こっちも帰、こっちは大丈夫そうだね。3500。とりあえず離れよう。離れるならこっちに離れよう。参りましょうか。こいつのあと何日で行くぞ。こだと8日で、8日後には集めてきてるね。こいつをうまく動かさないと、多分。我に続け。多分こいつが、こいつ取って、ここら辺取ってくんないんだよね。うん。この武将入ってきてるけど、一人じゃ、ああ、一人でいけるな、これ。一人でちょっとこれ狙ってやろうか。参りましょうか。三人、あ、どっかの部隊か返したってことだな。まあ、進めていこう。100人だったら一人で抜ける。ああ、2000何人だったね。ほい102日。これが、あ、いけるじゃん。いけるじゃん。攻撃入れといて、包囲できないけど、35日で抜けるじゃん。報告いたします。2200人いるけど。ゲッチ。で、これが、41日後に行く。うん。ダマーじゃん。うん。うん、ここら辺なんかいっぱい、あ、そっかそっか、これノープのところに、ここら辺の七尾にいっぱい武将がいたのを、それをお城落としちゃったから、あれだね。かしこまりました。うん。取引を行いましょう。なんか知らんけど、いっぱいいいみたいな感じになっちゃったんだね。漁村、貯水、この辺、ちょっとやっとこうか。かしこまった。で、あとは、歩兵やんないとダメだね。歩兵。かしこまった。これ6000なの ?5000 里は七尾足軽かよ。歩兵速度上がらなくていいよ。足軽の歩兵速度じゃない。農兵の歩兵速度上がるっていう。なんでさ、あれだよね。これさ、かしこまった。農兵の歩兵速度上がるっていうさ、あれがないんだろうね、志の中に。かしこまった。対名ではあるんだけどさ、ね。かしこまった。でもあれだね、きっとゲームを考えたクリエイターさん、うん、その辺がきっとさ、足軽強いからって言って、うん、あれなんだろうね。はっ。でさ、みんなさ、あれだからね、結構さ、なんていうのかな。かしこまった。足軽とかさ、戦争するときにさ、何ヶ月か前に足軽をじゃあ入れて、みたいな感じのさ、スタイルが昔結構流行ってたからね。うん。うん。で、溜まったから、よし、じゃあ行こうか、みたいな感じ。うん。今じゃあんまりそういう足軽とかをやってるプレイスタイルとあんまりいないと思うんだけど、どうなんだろう。いるのかな、中には。じゃあ進めていこうか。取引を行いましょう。これがこっちに来て、これさ、ここでさ、止めとこうか。ここで我に続け。待ってれば、いい感じに流れてくんじゃないのかな。これが
1928日、ああ52日、ああそういうことか。あと何日だ、4日で、4日持つでしょう。したら守ってあげる。これは何日、11日いけるんじゃないのかな。じゃあ進めてこう。待機する。我が領内に敵が迫っております。ギル滅ぼされたか、きついな。25日、あ、ここ落とせるんでこっち向かおうか。グージャーチマンがこうで、これが0、あ、オーガでも0になったね。でこの一気にかっさらっちゃう、うん、勝てる。いや勝てない、マジで勝てねえのか、マジか。行くぞ。これもあと、あと4日かかるのか。まあいい、まあいいでしょう。最後の試合です。みんな、見事な戦であった。姉小声さんごめんよ、助けられなかった。どっち行こうか、郡上とこっち、どっちも取れんだよな。手を打とう。18日こっちは7日で15日来る。こっち行こう。出陣するぞ。これで部分入場させて238、これを増やそうか。違う、合流で、出陣するぞ。うん、でここら辺かつらいたい。いけ、この城、さあ、一番近いのは、B、D、A。行こう。清水行きたいけど、8日。こっちだと3日。こっちだと7日。3日で、進め。清水までパッカッさらってこうか。うん。あー、これ勝てねえやか。まあ、しょうがない、しょうがない。うん。これは勝てる。勝つよりは勝てる。うん。これは勝てないね。でも、とりあえず、今は動かない。これね。あ、大山帰ってきた。マイル。よっしょ。大垣行こうか。出陣するぞ。帰ってきちゃったね、清水もね。うん。じゃあ、こっちから行こうか。こっちから、ダークホース的に行こうか。こっちまで、そっちまで来ると思わなかったよ、多分。ノブ思った。お前、上から攻めてきたんじゃないのか、と。うん。自分も、下にお城があるっていうことを、今気がつきました。はい、そんなもんですよ。うん。一箇所から、一箇所をね、狙ってると、ね、もうね、周りが見えてないんです。いいでしょ、ここら辺かっさらってくれるね。で、大垣の方だけちょっと、ここだけ注目しておかないと。うん、ダメだね。これ、あ、これは勝てるか。このようなところ、立ち止まれぬ。あ、交渉ついた、交渉しようか。もうヘロヘロだね。おだけヘロヘロ。これがあと5日でついて、こいつが。3日。行こう。長島行ってみようか。我に続け。まさに、うん、ごめんよ。勝てないね。あとちょっとあったのにね。うん。うん。まあ、しょうがない。進めてこう。
ほい75か。敵が我が領内に向かっております。なんか乱戦になってきたね。行きます。こっち行ってみよう。出陣する。A だから硬いだけで。長島も帰ってきたね。行こう。出陣するぞ。まあ、この辺歩いてればどっか他に母兵とか。あ、桐山御所行けばいいんだ。行こう。桐山御所行くついでにね、ここら辺寄っただけなんだ。うん。あ、でも岐阜城でかいね。岐阜城でかいね。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。16日岐阜城入城させます。岐阜城って何人ぐらいだっけ。これ4人だっけ。岐阜城って守るには3人で行ける。いいねいいね。岐阜城こんなでかい城と取れちゃったのがかなり美味しい。配属16日なんで、信豊、お前も行ってこい。うん。はっ。6人、お前守れ。守りきれ。で、歩兵をしよう。これ、農兵入れよう。農兵を、マックス入れて、で、これは、足軽は、まあ、とりあえず残しておいて。ここら辺もちょっと歩兵しとこう。強めに。かしこまった。こんなところかな。ということで、第7話ね、終了していきたいなと思います。あ、あれか。勢力でさ、ちょっとさ、あれだけ確認しとこうか。ノブの兵糧、10万か。あと10万か。なんだかんだ言って10万近く、7万とか8万ぐらいもう減らしてるね。うん。で、これ見ると、まあ、うちらの兵糧の減りもかなり多いんだけど、うん、ノブもかなり減らしてるんで、うん。まあ、兵糧収益が、信長の方が多いんですけど、12万入ってくるんだけど、うちらの方は、ね、これだけど、5万、5、6万うん。だけど、まあ、もしかしたら兵糧切れさせられるかもしれないね。うん、ノブとか、結構こういうの、また次もこういうのかけられてるんでね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。